はい、どうも皆さんこんにちは、マーです。今回はですね、久しぶりのトレード提供動画ですかね。多分 2,3 ヶ月ぐらいやっていなかったと思うので、もうそろそろね、トレ提供動画出そうかなと思いまして、でなんですけど、まあ、最近ねトレードはしたんですが、それ自分の提供動画からではなくて、他の方の、まあ、提供動画とかを見て、トレードしていたので、まあ、Twitter とかでもですかね、なのでね、自分でトレ提供動画出すのは本当に久しぶりですかね。で、まあ、今回なんですけど、自分のちょっと欲しいカードがいっぱいあるので、まず UR 編と、SRCP プロモーション編かな、2つに、提供動画分けようかなと思いまして、まずは UR 編ですかね。あ、 UR シクレ編ですね。はい、提供できるものはそんなにないんですが、で、前回の第4回プレ企画の時に、まあ、無償提供していただいた、方の、まあ、もらったカードですかね。で、まあ、その自分が、最初から、まあ、持っていたものと被って、しまったものは、もう自分のその排出した方はもうね、トレードに出そうかなと思いまして、何枚かそれ入っております。ではまずは孫悟空 GT、 孫悟天ゼノ、スーパーベビートランクスで、スーパー17号なんですが、大ちゃんガマチャンネルさんから、いただいた方はね、ちゃんと、保管というか、まあ、コレクションしておりますので、こちら自分が、まあ、シングル購入かな、結構前に、ね、したものなんですが、こちら、はい、ちょっと上の方ね、白掛けがひどいので、まあ、それでもね、状態ひどいけど、まあ、OK という方、のみですかね。下の方にもちょっとだけあるんですけど、表面にはね、目立った外傷はなく、まあ、それぐらいですかね。白掛けがちょっとひどい、スーパー17号ですね。そして、バーダックゼノのシークレット、ドミグラの今回のシークレットですかね。はい、まあ、このような感じですかね。UR シークレットを、出せるものはね、このような感じになっております。もうね、2枚とかね、あっても、まあ、しょうがないよね。買い取りにも出そうかなと思ったんですけど、結構ね、周りのお店だと買い取りの価格があんまりよろしくないので、まあ、だったらね、トレード提供動画で、まあ、トレードした方がいいかなと思いまして、出させていただきましたね。でなんですけど、まあ、今回トレードの条件、2日以内の先送りができる方、限定と、まあ、あとは何かな、まあ、すべて備品のものに限らせていただきます。まあ、こちらはちょっと傷ありのものがあってね、申し訳ないんですが、こちらが希望するものは、まあ、備品のもので、お願いします。まあ、あとは何個かはですね、説明欄の方に書いておきますので、まあ、しっかりとルールをですかね、理解した上で、トレードの方をお願いいたします。